こんにちは、仙台リメンバーの高橋です。本日はですね、面接企画を取っていこうと思うんですけれども、本日面接を受けてくださる方が、22卒 で入社1ヶ月で社内 MVP を達成した方ということで、そんなすごい方がどんな面接をするのかっていうところに注目してちょっと面接企画をやっていきたいと思います。ということで、本日面接官をしてくださるのは原さんです。原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。原さん、軽く自己紹介もお願いします。はい、今クリアソンという会社で働いています原です。もともと人事を5年半ほどやっていて、今日はその経験化して頑張ろうと思います。よろしくお願いします。はい、では今日面接を受けてくださる方、自己紹介もお願いします。はい、株式会社としては22卒で、新卒今1年目の方、吉津と申します。で、今は営業マンとしてチアキャリアという、ベンチャー企業中小企業に特化した、就活媒体というのを企業さんに向けて販売しております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。就活時代は結構面接得意だったんですか？そうですね、あんまりなんかしたみたいな、そんなたくさん来たわけでもないんですけど、そんなに確かになんか苦手みたいな人はなかったかな。おー、じゃあ早速面接をお願いできればなと思います、はい、お願いします。お願いします。では面接始めていこうと思います。よろしくお願いします。今日は学生時代を想定ということで、ちょっと難しいかもしれないんですけど、よろしくお願いします。じゃあ最初にまず簡単な自己紹介お願いしてもいいですか？はい、今明治大学4年生で経営学部に属している高木義嗣と申します。で、普段も大学の方では経営学部に属しているので、組織マネジメント論であったりとか、組織の経営戦略というのについて主に勉強しております。で、今私は課外活動の方に結構力を入れておりまして、主に長期インターンという形で、今は教育系のベンチャー企業で15人の営業インターン数の統括を行っております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。その意味で言うと、力を入れていることというと、その長期インターンの活動ということですかね？はい、はい、そうです。そもそもこれはいつからインターンとして始められているんですか？はい、言うと、大学の、3年生の、7月の1日からこの組織に属して、時給制のところと成果報酬型、どちらが自分の性に合っていると思いますか？はい、僕の場合は、結構成果報酬型の方が合ってるかなと思っています。で、主にはそのお金っていうのをそのなんか何億とか稼ぐというその当時は全然まだ見えなかったんですけども、やっぱりどっちかというと僕の場合は頑張った分だけ成果評価されるっていうところを、それこそ学生時代小中高とスポーツやってたんですけど、その時もやっぱり評価、自分の実力に合わせて評価されて、で、リーダーも任されたりとか、そういうこともたくさん経験してたので、やっぱりなんか時給制の会社はどっちかというと、とりあえずやったことをやってみたいなところだったんで、でやっぱこう上がっていくのがやっぱ遅かったので、上に上がっていくのが、でもやっぱこう成果報酬型の会社に働いてみて、もうそのスパン関係なく結果でどんどん上に上がっていく、報酬も上がっていく人だったので、僕は結構そっちの方に向いてるなっていうのは実際やってみて感じました。今のインターンでこう自分が頑張った分だけ成果として返ってきて嬉しかったなというか、これは成し遂げたぞっていう経験でいうと、どういったものが挙げられますか？ありがとうございます。で、実際に今はそれこそもうインターン生を求めて営業マネージャー的形で在籍しているんですけど、実はその事業がちょうどできて3年目なんですけど、この過去のトータルの売上の中で、僕が今こうやってる、僕がこう営業マネージャーを務めてるこの今が一番こう月間の売上が一番こう過去の中でも最大に出てるんで、そういうところで評価されて、じゃあもう営業統括だけじゃなくって、もう事業をもっとどうやって伸ばしていくかみたいなところを一緒に考えるって形で、社長であったりとか役員の方と一緒にその事業戦略みたいなところで考えるんだと思って、そういったところはなんか自分みたいなこのまだ若造の学生でもちゃんとそういうなんか会社のトップのところで仕事を任せてもらったりとか、そういうよりハイレベルなところに参加させてもらえる、なんかそこはなんか自分の中でもすごい嬉しいなと感じる部分がありました、ね。はい、この営業をこうずっとやられてきて、で今はこう事業戦略みたいなところまで考えているってことなんですけど、この営業のところで成果を出したからだとは思うんですよ。なんか具体的にどういうところをこう取り組んできたからこういう成果につながったのかっていうところでいくと、どう分析してますか？そこで言うと、もう自分の1個目の上司とかに自分の商談を聞いてもらってました。で、自分だったらこうするよ、こういうことを伝えるよみたいな、で、実際に自分がやったことを比較して、そこで、こういうパターンだったらこういうふうな言い回しがいいんだみたいなとか、こういうふうな対応されたらこういうふうな、また流れに持っていった方がいいんだみたいなところっていうのを、もうそのできる人とすり合わせして、何が自分と違うのかっていうのをすり合わせしていって、この自分のできないところっていうのをこうちょっとずつできる人に合わせていく、これがかなり自分がやっていたことであります。なるほど、はい。例えばどういったところがこう気づきのポイントとしてありました？そうですね、やっぱりこう、
調達としても結構高かったりするので、うん、そこを、まあ、やっぱこう売りたいなって気持ちはありつつもちょっとどうしてもこう押せなかったりするのはちょっとあったんですよね。だからまだこう申し訳ない気持ちみたいなのがあったんですけど、うん、でも結局それは時間をいただいているのに対して買いたいなと思っているのに押さないっていうのはだから先輩からもそれは相手に対してですよ、時間を取ってくれてる、うん、だったら最後にもう相手がちゃんと買いたいと思ってるんだったらそこはちゃんと背中を押してあげようみたいな、うん、いうところで買い道行ったみたいなところありますか、ね、なるほど、ありがとうございます、はい、逆にこれは失敗したなというか、うんうんうん、これはちょっと自分の中でもう一回戻れるならやり直したいみたいなことがありますか。そうですね、ちょっと今の会社とは全然違う最初のインターンさっきの話なんですけど、はい、もう本当にそこに戻って、まあ、社長に謝りたいなと思っているぐらいのやっぱ失敗をしてて、まあ、失敗というかやっぱこう当時最初インターン始めた時は本当に多責思考が強くて、うん、自分の結果が出ないのは社長のせいだ、上司のせいだ、はいはい、で僕はずっと社長から文句言ってたんですよ、うん、社長が教えてくれないからとか言って、うん、で結果が出ないのもずっと多責にしてたんですけど、やっぱ 今考えるとそれは自分がちゃんと、どうやったら結果が出るかっていうのを追求しなかったし学ぶ姿勢もなかったし、それで社長とかに文句言うのと違うのと今考えたら思うので、うん、今、まあ、実際その時あのテラポで彼にアポイント取ってくださいってなったんですけど全く3ヶ月でアポイント取れなかったので実際それずっと多責にしてたので、うん、今振り返っても恥ずかしいんですよそれは、うん、なのでもう今戻れるんだったらもう本当に一段階インターン先に戻って自分でもうできる人から学んで、で自分でもちゃんと勉強して、うん、もうどんな結果でも自分自身にして分からないのをどんどん聞いて、うん、で結果出るまで追求していくっていうのを最初に持ってやりたいなと思います。なるほど、そうか、はい、当時はどういうふうに乗り越えていたんですか。それ当時は、もう結果出ないなっていうのが3ヶ月経ってようやく分かったんです、うん、でもうそれもあのワンワンをやってたんですけど当時自分の上司と、うん、はい、でそこでもうズバッと言われたんですよ、君のダメなところは自責にできないところ、うん、そして人からは学ばないところ、うん、でそれも1時間ぐらいずっと説教されてます、うん、説教というか、まあまあ、なんだろう、こういうことを改善してくださいみたいなところだったので、うん、そこで初めて、あんまりそういうこと言われてこなかったんですよ、はいはいはい、なので、そこで初めてぐさっと刺さって、うん、あ、じゃあ本当に自分は変わらなきゃいけないと、うん、思って、まあ、そこからはまあ上司に言われた通り、じゃあまず、自分はこれはこれを受けてるから、まずじゃあ自分を学びましょうと、うん、でも、寺子の言葉遣い、もう 一言一句違わず、うん、ちゃんとその通りに言いましたり、先輩が学んできたっていうものを自分も全部本人でやってる動画を見て、でも本当にその人が歩んできた通りのことをやるみたいなのをやってました、ね、はい、ちょっと話を変えて、はい、就職活動についてお伺いしたいんですけど、はい、今ご自身の中でこう決めている軸というか基準というか、うん、そういうものってどういうものがありますか。ありがとうございます。言うと2つの軸がございまして、1つはその自分が入あの面接を受ける企業さんのビジョンとかミッションに共感できるかみたいなところ、うん、でもう一つが、会社の規模感が50名以下っていうところを軸にして、就職活動を進めています。なるほど、はい、ビジョンというとあのいろんなビジョンがあると思うんですけど、どういったものに惹かれるというか、どういったものだとモチベーションが上がるタイプですか。そうですね、僕の場合は結構その人生に対してすごくワクワクして人を増やしたいなっていうのが、ずっと自分の中で取り回って、うん、まあ、それはやっぱインターンの経験で、うん、やっぱりそのどういった環境に入ってどういった人たちが働くかでパフォーマンスが上がったり下がったりするの自分自身も経験しましたし、うん、まあ、他の人も経験しましたし、うん、実際自分に合わなくてでやっぱその会社が辛い仕事が辛いっていう人たくさん見てきました、うん、でやっぱり、まあ、大人になったら、まあ、仕事の多分結果っていうのは自分の人生に大きく影響できるんだ影響してくるんだろうなと。結果がなかったら多分家族との関係も悪くなったりとか、うん、あとやっぱ自分に対しての自己肯定感が下がったりする人っていうのは見てきたので、うん、やっぱ仕事っていうのがどれだけ自分の人生に大事だっていうのは僕自身がインターンを通して経験したくなったので、うん、なんでやっぱそういう、まあ、人生にワクワクする人を増やしたいんだとに対しての共感があるんですけど、その中でも特に仕事っていう面で何かその人が自分の仕事に対してワクワクしていたとか、うん、何かもっともっとこういうことで仕事でチャレンジしていきたいみたいな、そういったところが、手助けできるようなところに対してのことがそういう思いを持っている、まあ、企業さんのミッションだったりビジョンっていうところに対してすごい共感します。ちなみに価値観がマッチしないなっていうふうに思ったのはどういった時でしたか。まあもちろん僕は結構その結果っていうのが大事だっていうふうに思ってたり、うん、そこは結構強調してるんですけど、うん、でもやっぱり結果じゃなくてなんか幸せが大事だよっていうような価値観を持った企業さんもいらっしゃって、うん、でそこは全然僕はダメだと思っていなくて、もちろんそれも大事だと思ってるんですけど、うん、だ幸せって追求しても最初やっぱり結果だったら潰れちゃうとか
そういうこともあったりするので、ちゃんとそこの両軸のバランスが取れているような企業じゃないと、なんか僕は合わないなっていうふうに感じたので、あまりにもそのなんか人がハードだ、あの幸せだっていうのが強すぎる組織にはちょっと合わないなっていうのはすごい感じました。そういうことですね。はい、この結果っていうのは売上とか利益のことを指したんですか？そうですね、おっしゃる通りです。なるほど。で、もう一つが50名以下の組織、はい、これはどういう意図がありますか？そうですね、ここは、まあ、自分自身がそのインターンを通してやっぱりあの人が少ない方が自分がやらなきゃいけない仕事が増えたりだったりとか、自分一人のパフォーマンスというのが組織にかなり大きな影響を与えるっていうのを、まあ、今のインターン先も含めてすごい感じているので、なので僕は結構やっぱその、まあ、結構承認力が高かったりとか、なんか貢献してるなっていう感じをやっぱすごく出した、あの貢献してるなっていう気持ちをすごく持ちたかったので、なんとやっぱりそういうあんまり大きい企業に行って、なんかなんだろうな、こうただ一つの業務をやる、まずやるっていうよりも、もう最初から自分が何とかしないと、できないような会社とか、自分が何とか頑張らないと、経営が立たないような組織とかっていうのに入って、まあ、そういうのももがき苦しんで、で、結果を出していく方が自分に合うなっていうのをこうインターンを通して感じたので、なので、あんまり大きい会社というかは、本当に自分自身が何とかやらないといけないような環境に入るっていうのを考えてた。なので、相手が50名以下っていうところに設定して、まあ、そういった企業さんが多いので、なんでそういった50名以下っていうところを見て、あの企業を選定してました。はい、じゃあ将来的にご自身が目指すのはどういうところなんですかね。その自分が影響を及ぼせる範囲とか人数が大きいところを目指していくのか、それとも別の何かがあるのかでいうと、そうですね、まあ、最終的には、まあ、自分の影響範囲というのは大きくしていきたいなと思っていて、やっぱりこう、まあ、それこそ最近 SNS が発達したりとかもしてるので、やっぱりこう自分自身がまずはこの若いうちは成長をすることで、で、できることを増やしていって、でまず助ける人たちを増やしていって、まあ、SNS の影響もそうなんですけど、やっぱりこう自分自身が会社を作ったりとか、こう世の中に必要されるサービスっていうのを作っていって、でなんか少しでもこう、まあ、一人でも多くの人になんかこういい影響というか、それこそ先ほどお伝えしたような自分の人生に対してワクワクするような、なんかそういったこうきっかけ作りっていうのをいろんな人に対して行えるようになっていきたいなと思ってます。分かりました。ありがとうございます。素敵なお話を聞かせていただいてありがとうございます。はい、面接は以上で終了したいと思います。本日ありがとうございました。ということで、お疲れ様でした。どうでしたか、面接の方は。改めて考えたら、ちょっとまだ思考が浅、当時は浅かったみたいな部分も結構今、自分で言ってて感じたので、あとなんか当時はこれが精一杯だったなみたいなところは、改めて振り返ると思ったことがありました。合格不合格どうしたと思いますか？難しいな。まあでも、全力を出せたので、合格というところで見えようなと思います。じゃあ、早速、面接だけ聞いて、一緒に働きたいと思ったか、丸バツで出していただきたいと思います。マルコ、ありがとうございます。はい。どんな感じでした？です。はい。じゃあ、はい、早速その、なんで丸だったのか聞いてて大丈夫ですか？はい。そもそもの面接におけるコミュニケーション能力の高さっていうのがすごくまず見えたっていうと、自分の質問の意図を的確に汲み取ってくれて、はい、で、あの、自分が意図した通りの答えが返ってきたっていうのが、あのまず、はい、安心感とその評価にすごくつながってます。だから何を話したとかではなくて、その全体を通したところの評価っていうのがまずあります。はい、ここだけで比較しても誰がいいとか決められないんですよ。はい、面接って、まあ、いわゆる自分っていう、まあ、商品とか人をやっぱアピールしていくときに。